じゃあ今日のアイスのご紹介をします。今日のアイスはこちら、じゃん、ブラックサンダーアイスです。あの大人気なブラックサンダーがアイスになったものです。これめちゃめちゃ好きで、これ10回目ぐらいなんですけれども、食レポをしようと思います。ゆうらくさんから出てるものですね。アイスになって美味しさ稲妻系、めちゃめちゃうまいです。これはい、早速食べてみようと思います。でも何にも考えずに無心で食べてますからね。これこんな感じ、手のひらぐらいの大きさです。いただきます。変わらぬこのボリボリ感といい、このチョコの感じといい、たまんないです。あのブラックサンダーをそのまま本当にアイスにしたような感じなんですけど、中がチョコのアイスで、でブラックサンダーよりも大きいので、やっぱ中のゴツゴツも大きいんですよ。で食べ応えがさらに増して、ね、めちゃめちゃうまいと、そんな感じです。こんなに大きなクッキーが見えます。中に入ってるクッキーが本当にうまくて、何度食べてもこれは飽きないですね。本当にお疲れ様でした。今日はゆうらくさんのブラックサンダーアイスご紹介しました。ね、本当にあのブラックサンダーとしか絶対食べた方がいいアイスです。本当にめちゃめちゃ美味しいです。何回食べても飽きないです。皆さんもぜひ試してみてください。はい、じゃあ